どうも、ハイチです。今回は料理動画第2弾でバンバンジーを作っていきます。まあ、バンバンジーもどきみたいな感じ、自分が昔からよく作ってるやつなんですけど、で材料はこんな感じです。でこっちがバンバンジーのタレですね。でこっちがまあ具なんですけど、で具に関してはお好みで、別に好き嫌いがあると思うんでね、これはなしでとかこれ入れてみようとか好きにもしてもらったらと思うんですけど、今回使うのはベビーリーフ。まあ、普段はレタスで作るんですが、まあ、ちょっとこっちの方がやりやすいんでベビーリーフにしてあります。と長ネギとトマトと、豆腐とあとは鶏胸肉です。で、胸にしてる理由は後ほどお話しします。でタレの方が、これがねごまだれ、なんかよくしゃぶしゃぶとかのごまだれですね。ごまドレッシングとかよりはごまだれの方がいいです。でごま油とキムチとマヨネーズ、この4点がタレになります。では早速ね作っていきましょう。はい、では1つ目、まず豆腐です。で豆腐に関してはこれはやらなくても別に構わないんですけど、水分が出てしまうのでちょっと水分を切りたいなという場合にやってください。まずねちょっと開けますね。ちょっとこっちでいこう。開けてでとね、あらかた水分を取ったら、まあボウルとかにクッキングシートとか1枚、まあ本当はね何枚かあった方がいいんですけど敷いてもらって、今回豆腐あれですね、木綿じゃなくて絹の方、木綿でもいいんですけど個人的に絹が好きなだけです。でまあ包んでもらってよいしょ、まあ、お皿とか置いてね、ちょっと重しをかけてあげて放置しておくと若干水分抜けますんで先にやっとくといいです。まあこれ本当やらなくてもいいんだけどね、普段やるかっつったらやらないっすめんどくさい、たまにやるけど。で、あとはお湯を沸かしておいてください。今ねこっちですね、こっちに今お湯をこんな感じで沸かしております。まあ、今つけたけどねじゃあまず、肉からいきましょう。で、今回は鶏胸肉を使ってます。鶏にはもも肉、胸肉が主に2つあるんでね、ももと胸で、もも肉の方が、なんだろう、食べた時の食感が結構いいです。胸肉はパサパサしやすいってよく言われるんですね。でも胸肉の方がいい点が自分的に2個あって、ちょっとごめんね、1個が安いんです胸肉の方が。でもう1個がね、ちょっとカンニングしていいですか、イミダペプチド、別名なのかなっていう栄養成分があって、まあ、それはさっき調べたんだけど、疲労回復の効果があるんですよ鶏胸肉って。だからまあ夏はさ、こんな、なんだろう、体力ね、失いやすいので、まあ、疲労回復の効果もあるし、まあ、うちはね息子がいるから子供たちのね疲労回復のためにも胸をいつも使ってます。まあ、ももの方がいいっていう方はももを使っても OK です。で、火が通りやすいようにまずフォークで、適当に穴を開けていきます。穴を開けて刺していきます。調子乗って自分の手刺さないようにね。で裏面もやっておきましょう。で皮は、女性の方とかダイエットしてね、ちょっと何だろう、意識する方なんかは皮を取る方もいると思うんですけど、まず最初に火を通すまでは皮はつけたままにしてください。そこからね美味しいのが出てくるんでまあ皮ごと刺して、まあ、こんな感じで OK です。でそしたら沸騰した、ちょっと止めましょうか。はい、ということでじゃあ沸騰した鍋に、入れます。ドボンだねやけどしないようにね。でそしたらですね、まあ、長ネギを使ってる場合にはなってしまうんですけど、長ネギ今回この白いところを使います。具としてね。でこの緑の部分を切ってもらって、これを鍋に入れちゃってください。一緒に、はい。であとこれ、この鍋に生姜ですね、チューブの生姜、最初に材料出すの忘れちゃいましたけど、これも自分適当に、まあちょっと一塊ぐらいの感じと、さっき切った長ネギのこれを入れてしまいます。でこう長ネギのやつで生姜ちょっとこう溶かしちゃったりしてね、よいしょよいしょ、この辺の適当はね許して。であらかた、この放置です。で自分はこの弱火に、一番弱いやつにね、火を弱火にして、まあ、こんな感じ、ほとんど見えないと思うんだけど、こんな感じで放置しておきます。ではまずさっきの、これね長ネギを調理して、調理じゃねえや切っていきます。でまず根元落としてもらって、で自分がやるのはこう細切りにしたいので、だいたいこう3センチぐらいでこう切ります。切ったらこうあるじゃないですか、これを
縦にこう今から切るんですけど、全部切るんではなくて途中、中心部ぐらいまで入れます。ちょっと空中で危ないんですけど、もうね、入れるね、このぐらいまで入れるかな、このぐらいまで入れて、で入れるとパカって割れるんですよ。で割れて中心部分のここも、臭みを消す成分、あ、さっきの緑の入れたので臭みを消せるんですよ、肉の。でこれまた入れちゃうといいです。でこの部分をピラッて円になったら開くので、これをグッて押してやって、こういう感じで細切りにすると、それをあのバンバンジの一緒に具でね、自分は食べるんですけど、よいしょ、まあ、こんな感じです。こうするとパラパラってなるからねこんな感じで、まあ、ネギ、自分ネギが好きだったり、家族が結構ネギが好き、息子はちょっと微妙なんだけど、あの例えばじゃあ家族で作った時に、じゃあみんなのお父さんはちょっとネギが嫌いやと、でもみんなとお母さんが好きだったら、タレと肉をもう逆にあと分けておいて、これも別で自分の時にはかけるみたいな、こうやって分けてかけることもできるから、まあ好きな方は切っておくといいのかなと思います。はい、で切り終わりました。で、ネギはですね、辛みが出るので、こうやって水につけておくと、ちょっと辛みが抜けます。そう、あのネギをちょっとツンとした辛さが嫌いな、ね、方もいると思うので、先にしておくといいですね。じゃあ次、今回は、レタスをサボってベビーリーフにしたので、これはこのまま使います。下に敷く感じだね。で、トマトです。で、トマトは嫌いな方多いと思うんですけど、自分トマトすごい好きなんで適当です。これに関しては、自分の食べたいサイズ、こう細角切りにしても全然いいですし、これちょっとあのなんだろう、歯ごたえが欲しいんで少し大きめに切っていきます。まああれですかね、8分割ぐらいでいいかなと。まあこんな感じですね。でネギとか、トマトちょっと時間がね、あの肉に火が通るの時間かかるので、冷蔵庫とかに入れておくといいですね、この辺は。はい、ではタレを作っていきましょう。ちなみに、材料に何か忘れてるなって思ったんですけど、きゅうりを忘れました。自分普段きゅうり入れるんですけど、やらかしたね。あのきゅうりも美味しいですよ、入れるとね。今回忘れちゃいましたけど。で、今回は、まあ、主役はキムチを使って、ちょっとピリ辛、まあね、夏バテ予防というか、こうスタミナつけてこうぜってみて、キムチを使っていきます。ただ辛いのが苦手な方もいると思うので、これマヨネーズとごまだれを使うことでかなりね、辛さは中和されます。で、辛いのが好きな方はキムチ多めで、で辛いのが苦手な方はちょっとキムチを減らして、マヨネーズとごまだれを少し多めにすると、かなりそこの比率で辛さは調節できますので。でキムチを今から切り刻む刻んでいくんですけど、こういうまな板だとかなりキムチがね、こう洗うのがめんどくさくなるので、この作業もしあれだったらこうね、なんか牛乳パックの裏とかを使ってやるといいと思います。じゃあキムチを、自分ちょっと辛いのが好きなので少し多めにしましょうか。で、このタレに関してはごめんなさい、適当です。あの量はね、いつもね。で、自分の場合は、子供が一緒に食べるときは、キムチをまず入れずにタレを作ります。作ってしまって、あとキムチをすごい少量で作るんですよ。で、子供が食べれる辛さにね、して作って、で、最後食べるときに、自分はキムチを盛り付けて食べます、辛さを増すために。で、そこでこう調節したりするんですけど、じゃあまずいきましょう。このキムチをもう単純に、手ちょっと汚れますけど、もうこうやって刻んでいくだけです。こう先をね、押さえて、こうやって刻んでいきます。はい、といった感じで、まあこんな感じでね、粉々に刻みます。で、それを、お皿の方にまず入れておいて、よいしょ。で、これ後で洗いましょう。で、次ですね。次に、まずごまだれです。ごまだれを、ちょっとね、そこよく固まってるから振ってね。で、まあいつも大さじとか全然気にしないんですけど、だいたい大さじ5ぐらい。ただ、あと作る量にもよると思います。5もいかなくていいかな。あ、いかなくていいな。まあ大さじ3ぐらいにしておきましょう。本当にここはちょっと適当で申し訳ない。で、ごまだれ大さじ3だったら、そこにマヨネーズは大さじ1ぐらいですかね、大体。
1弱くらい入れて、でごま油を入れすぎると味が強くなっちゃうので、これは小さじ1ぐらいを入れてください。で混ぜる。でこれ結構混ぜないと分離してるというか、なんかね仲良くなってくんないんで、こいつらこんな感じ。これタレ完成です。で辛さチェックしたかったら、これちょっとまあちょっとやってこうね、辛さをチェックして、辛いなと思ったらごまだれ足したりマヨネーズ足したりしてもらって、ちょっともうちょっと 辛くしたいなって場合はキムチを足したりするといいです。はい、ではそんなこんなやってるうちに、まあ、肉がねこんな感じで火が通ったと思います。で通ったかチェックするために一回出して半分に切ったりするといいです。胸肉かなり熱いので火が通りにくいんですよ、穴を開けたとしても。なので確実にチェックしてください。ちょっと取り出しますね。はい、では取り出しました。で一応半分に一回切ってみましょう。でものすごい熱いんで手で触ると火傷するから気をつけてね。あ、ちょっとやったらいいですけど、ちょっとねこんな感じで、ここまだ中心が火が通ってないんですよ、ちょっと赤くなってるでしょ。だからこうなったらもう一回入れます。はい、ということで、追加であと10分弱かな、ちょっと火を入れまして、まあ、こんな感じ、今切っちゃったんだけど、こんな感じでね、まあ、火が完全に通ったので、でこれで OK だと。で、冷水で締めてもいいんですけど、個人的には結構これで、これでもね、こういう調理だと、胸肉かなりプリプリの状態なので、これで粗熱を少し取って、まだ熱いからね、粗熱を取って、盛り付けてっていう感じになります。で、今自分の昼食用にこれ作ってるんで、全部使っちゃうともったいない、夜ね子供たちにも振る舞いたいので、肉はまあ余分に作った分はタッパーとかに入れて保存しておくといいですね。では盛り付けていきましょう。で皮を、そう途中で話したようにこうダイエットをね気にする方とか、ちょカロリーを気にする方なんかはこうちょっと熱いですけど、こうね簡単に皮取れますので、その皮の部分を捨てても全然いいとは思うんですが、自分もダイエット中なんですけど、ちょっとせっかくなんで食べますよいしょ。もうちょっとね、ほんとアレンジ取りたいんだけどね、まあ適当に一口サイズにあっち切っていってください、あっちじゃあまずベビーリーフですね、ここからほんと適当だけど、まあ簡単にこう敷き詰めて、もうちょっと水切ったらよかったかな、敷き詰めて。で豆腐なんですけど、これサイの目、サイコロみたいにね切っていってもいいんですが、まあ自分は結構手でこうね、手でちぎって乗っけちゃいます。まあね、乗っけちゃいますって言い方おかしかったけど、よいしょ。今回1人分で盛っちゃうのであれですけど、まあ、大人数で食べるときは、取り分けするときはね、大きなやつにガッて乗っけちゃえばいいかなと。まあこんな感じですかね。で、まあ、肉をねちりばめて、でまあ、トマト入れるのはトマトが好きっていうのもあるんですけど、色味がねやっぱり赤は映えるのでかなりあると、まあ、こんな感じで、ここですね、ネギを細切りにしたものを乗っけて、よいしょ、これで完成でございます。でこれにこうね、さっきのキムチのタレをつけると。で実は今回一品ではなくて、ちょっとおまけでもう一品作ります。さっき、肉を茹でましたよね。で、なんだっけ、なんとかペプチド栄養成分、疲労回復の成分は実は茹でた時にかなりその溶け出しちゃうんですよ。だからこっちの肉にはあまり残らないんですね。じゃあやっぱりそのためにもね、せっかくなんで、そのお湯を、お湯じゃねえや、茹でたもの使った方がいいでしょう。今こんな感じなんですけど、この中で調理してもいいんですが、自分はこれね、すごい、まあ見えにくいんだけどね、旨味が出てるなってのが分かる、すごい。でこれをこうやってまあ入れますよね。あ、スープを作るんですけど、でこう入れます。で入れて、今これね入れたやつ、そこにまず鶏ガラスープです。これちょっとまあ一人分なんでね、ごめん、カーンってよいしょ、まあ、小さじ1いかないぐらいですかね。で入れて、あと塩、これ塩多分このお好みなんだけど、ほんと一つまみぐらいです、ちょっとだけ入れて、であと醤油ですね、醤油をこれもちょっとだけ入れます。でこれで混ぜたら、これでもスープ完成です。鶏のうまみがかなり出てるので、これだけでも全然飲める、
優しいスープの味になりますので、こんな感じで、でもしあれだったらさっきね切ったやつの肉とかをちょっとこう入れたりとか、余裕があったら青ネギとかちょっと刻んで入れたりするともっとまだ見た目的には良くなります。では早速いただきます。はいちょうどね12時だった作ったのが、ちょっと時間経ったからねもう一回混ぜて、まあ適当にですね、よいしょ、いいかな。まずスープからいきましょうか。うまくできてるといいんだけどね。うん、いい感じですこのスープね個人的にはすごい好きで、そう子供もあの飲みやすいぐらいに優しい味になってます。あの塩と醤油調節すればあのね、あの味の濃さも変えれますんで、じゃあ早速ねいただきましょう食べるとこまあねせっかくだしね、うまくちょっと久々に作ったんですよね。よいしょ、いただきます。うん、いい感じです。まあ、あの最初にも話したようにこの具に関しては本当かなり自由度が効きます。あの自分はよくこれ、まあ、あと本当はキュウリが入るんだけどここに忘れちゃったんですが、いつもこんな感じで作ってますので、よかったら参考にしてみてください。まあ、ちょっと火を使ったり包丁を使う場面はあるんですけど、そこまで難しい工程は入ってないので、もしよかったらね、お父さんお母さんとかに作ってあげると喜んでもらえると思いますので、よかったらね作ってみてね。では今回もね最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。